フェリックス・ゼムデグスは、オーストラリアのメルボルン出身のスピードキューバー。世界ルービックキューブ選手権大会をはじめとした各大会での各種目において優勝と世界記録樹立などの成績を残している。YouTube のルービックキューブの動画を見たことをきっかけにして12歳の時に初めてルービックキューブを買った。その2ヶ月後には、 非公式ではあるが平均タイム19.73秒の記録を出している。初めての公式大会出場は2009年7月に行われたニュージーランド選手権大会で開催された9種目中のうちルービックキューブや4、44キューブなど8種目に参加した。出場した8種目すべてで入賞し、そのうち6種目では優勝した。また最速タイム。 平均タイム合わせて10のオセアニア記録と4のオーストラリア記録を更新した。2020年10月現在世界ルービックキューブ選手権大会、オセアニアルービックキューブ選手権大会、オーストラリアルービックキューブ選手権大会などでの主な成績は以下の通り、自己最高記録は以下の通り。ファーストポステッドアベレージ。 ハットニュージーランドチャンピオンシップス2009フェリックスゼムデックス地域別大会入賞フェリックスゼムデックスレコードハットフェリックスゼムデックスハット ABCDEFGH ニュージーランドチャンピオンシップス 2009ABCDEF ワールドトゥビックスキューブチャンピオンシップ 2011ABCDE ワールドトゥビックスキューブチャンピオンシップ2013 ABCDEFGH ワールドルービックスキューブチャンピオンシップ2015ハット ABCDEF ワールドルービックスキューブチャンピオンシップ2017ハット WCA ワールドチャンピオンシップ2019フェリックスゼムデックススピードキューバーズ世界を見据えてありがとうございます